資生堂アートハウスは、静岡県掛川市下股にある美術館。コレクションの中核は、資生堂が文化芸術支援活動の一環として、東京、銀座の資生堂ギャラリーを会場に開催してきた、椿会美術展や現代工芸展などに出品された絵画、彫刻、工芸品を展示する。掛川市にある掛川工場の隣接敷地内に所在し、 同式地内には資生堂企業資料館もある。資生堂アートハウスは1978年に開設された。その後2002年のリニューアルを機に美術館としての機能を高め、近現代の優れた美術品を収集、保存するとともに美術品展覧会を通じて一般公開する文化施設として活動している。建物は高見信介。 谷口義夫両名の設計によるもので、1970年代を代表するモダニズム建築の傑作として、1980年に日本建築学会賞を受賞した。外観はラスター U タイルの銀色を基調に、壁、ガラスともに曲面で構成された部分とコンクリート打ち放しの平面で構成された部分とに分かれ、2つのブロックを S 字型のホールがつないでいる。 曲面が多い構造だけに、思考会社は精度に最新の注意を払ったといい、隅々にまで神経が行き届いた、中小彫刻のような美術館建築となっている。また、この曲面ガラスの窓は外部からはミラーになっており、通過する新幹線が美しく映るというコンセプトで設計されている。二0 1年には、竣工後25年にわたって、長く地域の環境に貢献し、 風雪を耐え、美しく維持され、社会に対して建築の意義を語りかけてきた建築物と、その建築物を美しく育て上げることに寄与した人々を検証する、ジア25年賞も受賞し、建物自体が独自のアート性と高い価値を有することが証明された。ありがとうございます。